スモークオンザウォーターという誰でした？ディープパープル、ね、ちょっと皆さんご存知ないかもしれません。はい、まあ、聞いたらあれとかいう方も少ないと思いますけども、聞いてください。スモークオンザウォーター。